さんにはモノマネする人がこんな風に見えてしまうらしいんです。壊れ方はとどまることを知りません。アイドルがこう見える。さあ、番組もいよいよラスト。これを見ないと終われない対決です。森進一 VS ハウンドドッグ大友康平。まずは白組、森進一さんの新作モノマネでおふくろさん、コロッケさんの登場です。おふくろさんや、おふくろさん、空を。スローモーション。再生。雨が降る日は傘にのり、お前も。スローモーション。再生。世の中の巻き戻し。早送り。巻
巻き戻し早送り再生真実戦一時停止コマ送り再生忘れはしない ね、地球一のバカ。なるべくね、あのモノマネをちゃんとしたものにしないといけないな。全部あなたがなんか違う方向、違う方向に。すごい。じゃその格好でちょっとあっちまで行ってくれる？さあ、続いてラストです。はい、続いての方です。どうぞ。赤組はハウンドドッグの大友康平さんのモノマネでブリッジ。会いたかった。市原悦子さんです。ということで大女優市原さんも通うという昭和22年創業老舗の甘味処へ。あ、あれだけでドラマのワンシーン。本当だ、本当に市原さんが来てくれたんですね。一体どんなことになっちゃうんでしょう。すごい方ですよ。すごい方なんだ。やっぱオーラありますね。なんかあの女優さんの、あ、ね、あ、見える、見ましたよ、見ましたよ、こっち見ましたよ。どうもこんにちは。ちょっとそちらにお邪魔してもよろしいですか。うなずいてくれましたね。どうもどうもすいません。俺どうしよう。こんにちは。どうもすいません、お時間取っていただいて本日はありがとうございます。はじめまして。はじめまして、加藤浩二と申します。見てます。あ、ありがとうございます。すっきり、 ありがとうございます。コロッケさんはいつも見てます。あ、ありがとうございます。それは、あ、どうぞ。はい、いいですか。そうですね、じゃあ失礼して。こちらのお店はよく来られるんですか。よくじゃないけど散歩コースなんです。お抹茶と、はい、おはぎを、はい、わー、美味しそう。注文しませんか。あ、ありがとうございます。いいんですか。すいません、あと2人分。はい、それで通るんですか。なんかこちらがお店の名物、注文してから作るというほかほかのおはぎ。市原さんも大好きな北海道産の小豆で仕上げた粒あんは豆の形が程よく残り食感がとてもいいんだそう。さあそのお味は。これ美味しい。これあの甘さがすごくなくてあっさりしてて、はい、すごく食べれますね、はい、一気に。おはぎを堪能したところで話題は本題の謝罪へ。あの市原さんの真似をすいませんさせていただいてるんですけど。あ、今何を真似してるの。あのいろいろ、あの例えば家政婦は見たの、あ、セリフ面白いでしょうね。私よりずっといやいや全然市原さんの方が僕はもうぐちゃぐちゃにやってるだけなんで。私よりずっとっておかしいですよ。あの家政婦は見たあの真剣にやられてますよね。してます。その真剣に市原さんやってるやつをモノマネで、うん、まあ言い方はおかしいですけど茶化してる。そう、それに関してはどう思われますか。いいと思います。いい、はい。あのでも大体コロッケさんのは真髄は伝わるものね。でも見たことないんですよね。そう、多分他の人でそう想像つきますから、私の真似してたらきっとそうなるだろうと。今日はやっていただけるものと思って楽しみにしています。楽しみにしてくれてるんだ。これはコロッケさんでもよかったですね。やっぱ市原さん僕怒ってるもんだってばっか思ってたら。怒りません、怒りません。好きですか、見てて。好き、好きなんだ。あ、
ありがとうございます。やっぱ他のモノマネの方とやっぱり全然違う。違いますよね。どの辺が違いますか？ピューンと飛んでるから。